マズミンさん、ありがとうございます。えっとえ、着物のお話が出ましたが、ファンタジーオンワイスのライブビューイングの時に見えました。幕張会場の最前列のスーパープレミアム席の端っこに着物姿の女性がいて、え一人でもスタンディングオーベーションをしていた、していて目立ちました、えー。気がついた方もいたかしらということですね。うん ちょこっと出ていた羽生選手のディレイドアクセルのお話。羽生選手のディレイドアクセル、大好きです。あの、僕、世界一美しいと思いますよ。うん。あの、いや、滞空時間の長い、待っている感じ。まさに羽根から生まれた、または羽根がついて生まれた羽生選手です。あの、本当そう思いますね、僕も。エア上段、エア剣に続き、エア羽生です。あと、地味に好きな振り付けで、オリジンの矢をイルポーズ。 ここの意味は譲るくんだから何か意味はあるんでしょうかゆずるっていうのは僕もね考えたことあるんですよ。うん。なんかあのそういったあの弓を引くような姿であったりとか羽生の羽っていうのはなんかねそういう気がするんですよね。でオリジンで矢を射るシーンってちょっと分かんなかったんですがあの僕は生命でそういったシーンがステップシークエンスの前にあった気がするんですよね。うん YM さん、おはようございます。翔馬くんのスタート映像を見ました、えー。カブさんのおっしゃる通り、彼では見たことないポーズのような、でも美しい、こんなこともできるんだって感じです。いつきくんのパズルのピースのように少しずつ出してくれて楽しい、えー。そのうち上手な方がうまくつないでプログラム仕上げていただけたりして、私はできないですが、今のところどうですかねあのー、このアリアは、 当プロペラーテは、まだそうですね、えー、10あったうちの、まだ1つ、1か2ぐらいしかまだね、見えてないんで、だんだん分かってくるかなと思いますけどもね、うん。衣装の話になっていましたが、私、先日、東京の国立競技場横のオリンピックミュージアムに行っていきました、えー。北京オリンピック特別展をやっていて、昌山くん、狩山くん、坂本さんの衣装展示がありました。 男の子2人の衣装、テレビで見るとかなりゴージャスに見えますが、近くで見ると、えー、っと、布の生地かな。布地は T シャツみたいな薄く柔らかい素材で、割と簡素に見えました。パンツも同じく、ああ、もう軽くしてるですね。うん。えー、しょうまくんは黒のボレーの衣装だったんですが、細かくスパ,ンスパンコールがついていて、まだゴージャス感がありましたが、ゆうまくんのフリーの衣装は、 真ん中の、えー、っと模様部分が別の布で光沢のあるものを使っているのでライトが当たるとキラキラして派手に見えますが展示場のライトだとそれほどキラキラ感もなく普通に切れちゃうかなって思いました。ああまあそんな感じなんですね。うん。でも本来はそれくらいの方が動きやすくて良いのでしょうね。その上で遠目にキラキラしていれば一番良いものかもって思いました。 衣装って着る,着,た着る前と着た後でそのんだろう人も体,体も合わせて衣装に同化するっていう感じがあるかと思うんでそういうのも含めて衣装なのかなってちょっと思いますね肉体美まで衣装なのかなってね肉体だけじゃなくて心とかもそれに反映されていくのかなってちょっと思いますねうんえしょうまくんの衣装の襟ぐりでのかな 汚れ擦れてるどっちかよくわからなかったんですが白くなっていて転んだ時とかに当たっちゃったのかなと思ってちょっとかわいそうになりましたあそういう部分もあるんですね坂本さんの衣装が一番綺麗な状態でしたねさすが女の子大事に使ってらっしゃったんだなって思いましたさて皆さんの今季の衣装はどうなるのか 特に新作が発表されている選手はいろいろ想像してしまいますねということで、うん、あのこれとても面白い、えー、議論というかお話かなと思います。あの選手の衣装は見るだけでああこうなってるんだとかお尻がちっちゃいんだとかっていいんですけどあのそれすれてあったりであったりとかそうなんかあのあか転んだんだなっていうのってそうやって分かるんですかね 例えば羽生選手の紫オリジンの衣装とか展示されてるかもしれませんけどそれで何かああこう転んだんだなとか結構こう使ったんだなとかって結構ありますかねそういうなんか報告とかがあったりするとちょっとなんか新しい理論になってくるかと思うので宇野くんのこのえ汚れとか擦れてるっていうのがあの見受けられたっていうのはこれは面白いですねうん MC さん、えー、おはようございます 株、えー、君のおっしゃるとり、いよいよルールが決まる6月ですね。あの、いつ決まるんですかね、6月の、6月に決まるっていうのがあるんですょいつ決まるのかちょっとわかんないですね。うん。去年はグランプリシリーズのアサインが6月30日に発表されていましたが、それもいつも通り決まるのでしょうか。この1ヶ月以内で、ロシアで、ロシア、中国の大価値も含め、詳細がわかるのでしょうか。 もしかしたら今年は少し発表が延期になるかもしれませんが、心して待ちたいと思います。いやー、どうなっちゃうんでしょうか。中国もやんないらしいんですけどもね。まあ、コロの影響でね、あの、そう大、あの他のところでやるみたいなんですけど、なんかきな臭さ感じるんですよね。うん。ロシアが出てたら、なんか出てた気もするんで、ちょっとなんかきな臭さ感じますね。うん。まあ、この大価値も含めて、まあ、それが決まると。 ととといいいいうこでですの,であのちょっと待っ待ていきたいと思いますまたルールとかも変わってくると思うんでどんなルールになるのか特に島田真央ちゃんのミラノオリンピックが年齢制限が決まるのでそれがちょっとハラハラドキドキするかなと思うのではい、えー、心配ではありますね、はい、YM さんどうもです トリプルアクセルのお話が出てましたよね。羽生さんはもちろんのこと、真央ちゃんもすごかった。でも私は以前から思っていたんですが、女子も男子も日本の選手ってアクセルジャンプ得意な人多くないですかはい。これはマーカーですね。うん。あの本当ね、その通りです。はい。僕はその通りだと思いますよ。うん。明らかに、明らかに例外なく日本選手はアクセルが苦手な人の方が圧倒的に少ない。うん。 本当に少ないと思いますよ高橋選手だってアクセル一番得意ですよね。えっと小田、小田さんも多分得意だと思いますよ。うん。それから、えっと松田、松田拓樹さんも得意だし、羽生選手なんかも超得意ですよね。4回転アクセルやっちゃうからし、もう,もうアクセルって言ったら羽生って言いたくなっちゃいます。伊藤みどりさんもってもちろんね、もうアクセルですし、浅田真央さんもアクセル得意ですよね。うん。 本当にアクセルジャンプが得意な人も多いです。そして紀平さんだって得意です。吉田花選手だってトリプルアクセルやってるし、川辺愛菜選手だってやってます、はい。トリプルアクセル飛べる選手多いです。ただ、海外の選手とかあんまりこうやってないあ苦手な人多いですよね。伊藤みどりさんに始まって、まだまだ都市ではトリプルアクセルを飛ぶ選手がいなかった時代に。 マオちゃん、中野選手も飛んでましたよね。今も木平さんをはじめ、若い選手で飛ぶ人は結構います。えー、男子も海外選手は4回転を止めてもトリプルアクセルは苦手な選手が多いですよね。翔馬んの先生の、えー、ステファンさんはトリプルアクセル苦手で有名でしたよね。実はね、オリンピック2回ともね、ステファン・ダンビエールはダブルアクセルにしてますよ、ショートもフリーも。うん。あのー、本当に。 本当、うん、ですよ、うんあの。4回転トーループとかはね、今、好きな得意なんですけど、アクセルはダブルアクセルしてましたよ。うん、あ,のじあのね、ジェフリー・バトルもトリプルアクセル苦手らしくてね、うんあのそうですで。しかも、ネイサン・チェーンもあんま得意じゃなかったと記録してます。 あのおっしゃる通りですね、うん。僕が衝撃を受けたフランス大会2016年のフランス大会で姉さんチームを初めて知ったんですが、その時4回転ルートと4回転フリップを決めて、もう目まん丸になりましたけど、その時アクセルだけダブルアクセルになってて、えってなりましたからね。うん、だからトリプルアクセル苦手なんですよね、姉さんは。でもなんか最近4回転アクセルもやったりしてるんで、克服してきたかなってなるんですよね。ただ、明らかに日本選手は得意な人が多い気がしますね。うん 他にも結構、海外の選手はアクセルジャンプが、ね、苦手な人が多いです。まあ、そんな中でマリニンが何でもできるんで、ちょっとやばい気がするんですよね。うん。三浦佳君とか佐藤駿君とか、トリプルアクセル本当綺麗ですよね。うん。あの、そんな中、羽生選手はもちろんですが、シングル時代の高橋選手もとても綺麗なトリプルアクセルを飛んでいたし、宇野選手も上手です。あ、宇野選手ね、確かにあの今、とても綺麗ですけど、以前はかなり苦労しましたね。 うん、あのでも今は本当にとてもうまいと思います。うん、伝統それとも日本人の身体的特徴にアクセルジャンプを得意とする何かがあるんでしょうか羽生さんはどう思いますかということですね。これ一つ技術的な要因としてはあのダーウィンの進化論的にトリプルアクセルがうまいアクセルジャンプが得意な可能性が一つ考えられます。どういうういいことかというととか結果として アクセルジャンプが得意な人が生き残ったからアクセルが上手い人が多いということです。どういうことかというと、あのよ伸び山合宿であったりとかそ、あのー、アクセルジャンプが得意な人じゃないと、実はですね、海外に派遣されないっていうことがあるんですよ。で、日本で結構そういうのがありまして、男子は特にトリプルアクセルが飛びないと、世界に派遣されなかったりするっていうことがあったらしいです。だからそうすると、もし苦手な人が多かったりしても、 あの結果的にトリプルアクセルを飛べる人だけが、まあ、進化の過程で生き残るので、結果的にアクセルジャンプが得意な人だけが生き残るような形になったというふうに一つ言えるかなというふうに感じます。はい。まあ、そういった可能性もあるんですが、あるいは他にはね、要因があるかなと思います。だからまあ、そういったまあ進化論的に、結果的にアクセルが得意な人が生き残ったっていう可能性もあるかなと思うんですが、まあ、それにしても中の、中かあの、 えっと、なんだっけな、あのたあの坂本香織さんもダブルアクセルですよすごいアクセル得意ですし、まあ、海外から比較すると圧倒的に多い気がするんで、その身体能力的な関係はあるかなと思いますよね。うん、あの足がねあの、なんだろう、短い方がトリプルアクセル、まとめやすいとかってあるのかな、うん、ちょっとあんま関係ないですからね。羽生選手は足も長いい関係ないかな、うん でもカナダ人人はアクセル苦手な人多いっすよ、うん、エマニュエル・さんでもカナダ人ですけどトリプルアクセルはめっちゃ苦手です4回転はできるくせにね、うん、あとケビン・レイノルズもあんな4回転ね上手いのにトリプルアクセルはなんか苦手にしてましたからね、うん、カナダ人ってね、まあ、結構だからカナダはトリプルアクセルが苦手な人が多いし、うん、結構だからそういうのがあるのかなと思いますね うん、日本は本当あのアクセルはほんと日本かなって、うん、思いますね体格のセ代なのか、まあ、進化の過程なのかちょっとよくわかんないですけどそういう風な感じですねはいこういう技能面白いかなと思いますよねうんえきさやけ24さんどうもですうのわんわの小ょーま見ました今までにないスタートポジションですねエキシビションのマイティル曲のエンディングポーズもわあ新しいとは思いましたけどそれどころじゃない グラビティのエンディングポーズ、ググググ,グ、ガクといい、アリアのスタートポジションといい、今期は新生昭和ですね。ミアトルメンテプロペラーテ、をなんかいいちゃんと言えるようになりましたね。この曲、歌に込められた意味が深く重いんですね。この、そういう曲を選んだ人は、それに負けないケンジ先生の振り付けと、ショウムくんの演技、見る側の熱量も加わり、ケミストリーが起きますよ。五木真ねみないさん、 出しは罪ですよいや、そうですね。全部バレちゃいますからね。ピースとピースをはめたら、えー、そういうね、あの、ピースとピースをはめて、あの、これが宇野昌磨選手の今季のフリーですよ。だなんて、あのー、ね、言って悪用される可能性がありますからね。うん。まあ、それはちょっと冗談ですけど、えー、ズリムさん、えー、私が見つけたときは、投稿7分前だったんで、コメントオフでした。今はもういっぱいコメントあります。投稿直後は、 コメントオフになるんだと知りました、えー。そういう場合もあるんですね。私もコメントを入れたいって見ていたら、お仲間のコメントを発見しました。なので、返信にちょっとネタを、ちょいと遊んでいました。というなんかコメントがなんかオフだったみたいですね。うん。えー、木更木24さん、そうなんですよね。しばらくコメントオフでもいいねはすでにたくさんついているという状態でしたが、かぶくんもそうなってるんですよ。あ、たまにね、なんかそうらしいですね。うん。 多分投稿寸前はコメントオフになな。っちゃううのかなマイク・バーラさんありがとうございます。えー、実は、えーっと、この途中からなんですけど、今日から名古屋でファンタジーオーマンアイス当たった人いいなっていうことになっちゃいますよね。あの件、意見の相違の部分はあると思いますが、言われていることも分かります。そしてフィギュアスケートが好きなことだけは間違いありませんから。 で、そもそもステレンがわけのわかんない将来性なる言い訳を、言い方をしたのが一番の間違いです。簡潔に全日本の上位でと言っ,て言っておけばよかったんです。みんな納得ですよ。まあその通りだと思いますね。うん。ただね、ベテランだからと否定されるが如くの言われ方をされたことが、自分自身、ベテランの人間として心に槍を打ち込まれた、えー、時の気分になったのは確かですよ。 えまあ、ほかなり多くの人がそうな,な,なったと思いますね。うん。そんなつもりはなかったと思いたいけど、受ける側はそのように感じてしまったんです。嫌いなのかなってちょっと一瞬感じましたね、僕ね。うん。まあでもこれはもう終わったことなんであれですけど、今日 CATB の CS 放送で2017年のグランプリファイナルのアーカイブを放送していましたんで、後日僕の感想を書わたいと思います。あ2017年のグランプリファイナルというと、えっと、 と、オリンピックシーズンのファイナルですね。あれ、ちょっと忘れましたね。どんな感じだったっけうん。宮原選手は急遽出場した気がする、そんで、ね、確か。うん。ちょっとでも2017年は覚えてないですね。うん。あれ、ロシアばっかりだった気がするな。うん。違うっけあ、違うか、それは違うか。2017ザリトバか。 ザキットはメドベージャーとかあったわ。うん。え、ピースワンさんおはようございます。カブくん、こんにちは。樋口選手ですが、リンクでの練習はどのくらいできているのか分かりませんが、テレビで見た感じ、しっかりと歩けていたんで、状態はかなり良くなっているのではないでしょうか。ただ、結構まあ、いい感じでしょうかね。うん。まあ、アイスショーはちょっと出なかったのは、怪我の影響の可能性があったんですけど、 まあ無理して今アイスショーで出なくていいかなってちょっと感じるんですよね。うん。まあ無理して出ちゃうと、逆に肝心の大会に向けて、まああの、こう悪化する可能性があるんで、むしろ今は休む選択をした方が懸命な気はね、したかなってちょっと感じますね。はい。木更木24さん、もう一手です、えー。今回の昌磨君の衣装について、以前高橋大輔選手が着ていたような、 感じがいいとおっしゃっていた方が見えましたが多分高橋さん、大輔さんがギルティクラウンというアニメの曲をやった時に着ていた、えー、黒で神父様の服のようなデザインのやつだと思うんですが腰にスカートのような布がついていてジャンプやスピンで体が持っていかれそうになって大変だったと大輔さんが言っていました。でもスカートの部分は表は黒で裏側は えー、赤い布でスピンのたびに赤い部分が見えてとても綺麗で良かったんですグラビティに合うかどうかは別にして、えー、しょうまくんのそういう感じの衣装も見てみたいと思いますが競技では4回転も多いし鬼振り付けになっているとは思うので辛いかなケンチ先生は今回のしょうまくんの衣装の選択にも携わるんですね、えー、大輔さんの振り付けされてる髪の時は髪型まで指示されていたらしいですからなるほどですね シュウマくんはおまかせの人だからちょうどいいかも。たぶんフリーは金色っぽい衣装になる気がしますね。はい、えー、ショートプログラムの衣装、えー、すいません、あのー。ギルティークラウンの、えー、高橋選手の、あのー、様子、どうぞ。美しいですね。はい。いやー、でもこれはダイちゃんだから似合う気がするな。うんあの 宇野選手はあんまり似合わない気がしますね、僕の個人的な感想は。うん、グラビティ、どうだろう、うんまあ。試合とかになっちゃうとちょっとね、やっぱ厳しいかと。これ高橋さんだから似合う気がしますね、うん。まあ、こうやってレイバックスピンとかもやったりするんで、まあ、おしゃれな感じとか、表情の感じがやっぱりこう自然な、ね、やっぱ感じがちょっとするので、宇野君がこれを着るとちょっとあれかなってね。 と思っちゃうんですけどグラビティではなくて違う演目だったらいいかなっていう気がしますね。うん。まあ、羽生くんとかの方がちょっとなんか、どうだろう。うん。いや、これはでも高橋さんだから似合う気がしますね、僕はね。うん。はい。この、こ,のこれ、れ本当素敵ですね。うん。まあ、皆さんどうですかね。うん。はい。まあ、結構なんかでも、 これで来てほしいって言ってる方もいるみたいなんでなんかそういう方もいるようですけどもねはい M.C. さんどうもよろしくお願いします全く的外れかもしれないですが結果を出せなかった時に色々と言われてしまう最近の傾向を見ていつもかわいそうと思ってしまいましたおっしゃる通りですね逆に怪我をして失調して結果が出たら結果が出たらうわあ怪我をしてんのにすごいねってなりますけど出なかったら 出ない方が良かったとか言うわけですよ。そういうのなんか違う気がしますね。うん、女性なら、調子に波があって仕方がないというか、当たり前のような気がします。分かったり、数の食事制限をしている子以外は、そういう理由もあるのではと、しかばいたくなります。全くどうもない人もいれ,れば、すごく調子を崩してしまう人もいます。私の学生時代の部活の監督は、とても厳しい男性でした。 友人はその時期になると体調を悪くなるタイプで今日の練習は何だ全然やる気が見えないと怒られた上にバスとして練習メニュー以外の筋トレやランニングを追加されていましたこういう何て言うのかな自分の価値観とかを価値観とかを押し付ける先生ってなんか本当に昔よく言いましたけどなんかちょっとなんか良くないなっていう感じしますね、まあ、今はだいぶ改善されてきたかなと思うんですよねうん。 練習を休むのをとても嫌う先生でしたし、周りの皆でオブラートに包んで、その友人が体調不良だと伝えても全く理解がありませんでした。えー、職場でもそういう理解はまだまだですよね。うん、自分のこう価値観とかをさ、何、あのー、て言うんだろう、こう自分はできるからとか価値観とかを押し付けて、人にもこうするべきだっていうのがあると思うんで、そういう先生とかって、あんまり質は良くないかなと思いますね、僕はね。うん 女性側としては理由として言葉に出すことは難しいですし、裸な目では体調管理ができない人に思われてしまいます。うん。なんか、怪我やプレッシャーなどの精神面以外に、も不調の理由は様々ですよね。それが自分ではどうすることもできない理由のこともあります。それはもうその人の体質なんで、ほとんど生まれつきの運のようなものだと思うんです。迷いましたが、長々とコメントしてしまいました。いや、その通りですね。 うんまあ、とりあえず、まあ、そういったその先生であったりとか,なんかその人の,この体調であったりとかあんまそう介入したりとかねこうやるべきだとかそういったなんかその、ね、押し付けたりする先生ってちょっとなんかあのあの向いてないですね。はい